皆さんこんにちは。さあ今日は5月の5日子供の日です。今日もですね、車載動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、今から、綾瀬にあるですね、ドムドムハンバーガーですね、すごい久々なんですけれども行きたいと思います。2016年になってから初めて行きますね。一時ドムドム熱があったんですけれども、最近はですねちょっと冷めてきたんですけど、またちょっと久々に行こうかなと思いまして、今からですね、綾瀬にあるドムドムハンバーガーの方に向かいます。まあそれにしても暑いですね。今午後の2時なんですけれども、結構な暑さでございます。さあ皆さん、こんなね暖かくて、なんだかんだ言って結構天気がいい、ゴールデンウィークですけれども、皆さんはどうですかね、どんな風に過ごされていますでしょうか。どこか行かれたりとかはしましたか。ですね、私はですね、そんなこうなんか遠出とかはしてないんですよね。大型連休とはいえ間に平日が2日挟まってますし、まあなんかちょっとやんなきゃいけないこともあったりしてですね、そんなにこう出かけてはいないんですが、まあ近いところから言うと、昨日ですね、YouTube ユーザーの、フジョワールドさんという方がですね、こちらに来られましたので、ちょっと一緒にですね、大内の方に行ってきました。まあ広島の方なんですけれども、こちらに来られて、今日は宮城県の方に行ってるんですけれども、まあそちらでも YouTube ユーザーさんとですね、オフ会を、しているみたいです。で、まあ昨日はね、その YouTube ユーザーの方と大成に行ってきました。もう大成って言ったらね、何があるか。鉄道好きな方はもうそれすぐわかりますけれども、まあ大宮から、ニューシャトルで一駅。そう、鉄道博物館でございます。まあ最近は、京都の鉄道博物館梅小路のね、あちらが、開業したばかりで、そちらに話題が行ってるんですけれども、まあ私は行けないので、じゃあね、大宮の方にある、鉄道博物館に行ってきました。鉄道博物館自体はね 2回目なんですけれども、前回行ったのはもう4年ぐらい前ですかね。大学時代に行ったんですけれども、平日に行ったらですね、めちゃめちゃ空いててすごく快適だったんですけど、まあさすがにゴールデンウィークとあって昨日はすごい混雑でした。まあ家族連れがやっぱ多いですよね。まあそれでもそれなりには見れたかなというふうに思います。まあそんな感じで、鉄道博物館に行って、で、まあそれぐらいですかね、行ったの。まあ午後からっていう感じだったんですよ。なので、鉄道博物館に行ったらもう一日終わっちゃったみたいな感じで、あとはまあ食事して帰ったって感じですね。まあ夕飯ですね、くら寿司に、行きたいというですね、リクエストがあったんで、品川の駅前のくら寿司に行ったんですよ。新幹線の線路すぐ横にある。したらですね、ものすごい混雑。いやー、びっくりしましたね。くら寿司、カウンター席優先で135分待ち。もういいやってなって、もうその時点で8時半ぐらいだったんですよね。なので、さすがにちょっともう、それは厳しいということでですね。で、すぐ近くにある、とんかつ和光に行きまして、とんかつ食べました。すごくね、とんかつ和光で食べてよかったと思いましたね。落ち着いててすごくよかったですよ。まあとんかつ和光美味しいですからね、個人的にはすごく好きなので。まあとはいえ、私もとんかつ和光も久々に行ったんですけどもね、もう8年ぶりぐらいですか、それぐらいですね。ちょっと茅ヶ崎にあったんですけども、なくなってしまったので、それでなかなかね機会がなかったんですけれども、うわー行けないか、あこれはダメですね、動画撮ってるから。まあそんなこんなで昨日は、
鉄道博物館に行ったりとかですねしました。オフ会ですね。まああんまりあの事細かにですねずっと喋っててもそれはまああの内輪ネタみたいになってしまいますので、まあ、これぐらいにしておきまして、他の日の話なんですけど、その前か、その前はですねあんまりないですね。実はこの3連休は昨日ぐらいにしか、まあ、でかい用事はなくて、まあそれ以外にもちょくちょくまあ予定はあったんですけれども、そうですね、そんなにこうなんか出かけたとかそういうわけではないんですよね。であと1日ですね、1日にですねあれ見に行ってきました。劇場版の、響けユーフォニアム、まあ以下ユーフォですけれどもと略させていただきますけれども、それね見に行ってきましたよ。あの映画の日だったので東方シネマズリビナで見てきたんですよ。ビナウォークにある映画館ですね、そちらで見てきたんですけども、まあ、1100円ってことで安い日だったので行ってきました。まあ響けユーフォニアム自体はあの映画はもうアニメの総集編っていう感じなので内容は、ね、全部分かってたんですけれども、まあ、せっかくだから行ってみようかなと思って、行ってきました。まあそうですね、見たことない人が初めて見るんだったらとりあえず取っかかりにはいいのかなと思います。でも絶対ですね、DVD 借りて、もしねあの面白いと思ったら DVD 借りて1話から13話まで見ることをお勧めしますね。2期が秋から始まるのでそれまでにね、見るんでしたら、まあ、それをお勧めします。まあ、260分分ぐらいある内容を、まあ、100分ぐらいにまとめてるのでかなり削られてる部分は多くてね、ちょっと急ぎ足な感じ、ね、忙しい人のためのみたいなね感じだったので、ぜひですねあの映画を見て初めて見たっていう方でね、ちょっと気になった方はねぜひ DVD 借りてください。丸々カットされてる話題もありますので、新しいシーンとか追加されてましたけどね、ちょっとだけ、まあ DVD 見るのがいいんじゃないかなと思います。まあ、UFO はあの秋に2期やるのですごく楽しみですね。で、まあ1日に、響けユーフォニアムの劇場版の映画を見てきたということでね、まあ、やっぱ映画館の音響で見るのいいですねやっぱりね圧倒的ですね。まあとりあえず映画を、1日は見てきました。あとですねずっとやろうと思っていたキーボードの掃除、ようやくやりましたね。キーボードを購入してからまあ1年半ぐらい、もうちょっと経ってるかな、結構経ってるんですけども1回も掃除してなかったんですね。でまあ汚いだろうなと思ってたんでそろそろ洗わなきゃと思ってたんですけども、キーボードのあのキーを一個一個抜くキープラーっていうあの専用の工具があるんですけども、それをですねずっと買ってなくて全然やってなかったんですね。買いまして、届きましたんで洗いました。ほんとね汚いですね。なんかよくわからない何かがいっぱい下のところに溜まってて、うわこりゃ汚ねえわと思ってね。まあ掃除的にはそのキーボードを一個一個引き抜いて、で下の部分に溜まったなんかカスとかいろいろそういったのを取って、まあ、掃除機でわーって吸い取って、取れない部分はなんか綿棒とかでこうちょっと浮かせながら掃除機で吸い取るみたいな感じで、で最後にアルコールのやつをして拭いてって感じで、でキーボードはキーボードであの中性洗剤でですねバケツに入れて洗いました。まあ、キーボード自体はそんなに目に見えてる汚れはないんですけれども、やっぱりあれってすごい汚いって言うじゃないですか、便座の5倍ぐらいの菌がいるみたいなよく言われるんで、定期的にちょっと掃除しないとダメですね。パソコン毎日使うんでキーボードは洗わないとダメですね。でですね、せっかくキープラー買ったんで、
ノートパソコンの方のですね、キーボードもちょっと外して洗おうかと思ってたんですけれども、ノートパソコンの方のキーボードがパンタグラフ式なんですよね。で、ちょっと取ってったらですね、うまく外せない部分もあったりして、ミスっちゃってね、なんかバキッって音がしたりしてね、ちょっと怖いんですけど、なんでちょっとやめちゃいました。壊れてるわけじゃないんですよ。大丈夫なんですけれども、なんかちょっと無理に力がかかったりして、爪みたいなのが出っ張ってるところは折れちゃったりすると、まあめんどくさいですし、ね、キーがはまらなくなってしまったりすると困りますので。なのでちょっと、洗えなかったですね。表面をアルコール除菌するぐらいしかちょっとできなかったんですけれども。なんかあれのうまい外し方みたいなのあればね、やりたいんですけど、ちょっとキープラでうまく抜けなかったですね。コツがあるのかな。後ろの車すごい信号無視、思いっきり。普段使ってるデスクトップ用の方のエルコムのキーボードはメンブレン式で、ただねハマってるだけなので、それを引っこ抜くだけなんですけども、ちょっとパンタグラフ式は引っかかってるので、それを取らなきゃいけない。ちょっとうまく説明できないんですけど、まあとにかくちょっとめんどくさいんですね。なので、あ、なんかお祭りやってる。なのでちょっと諦めました。秋葉台の総合体育館のところでテントが出てましたね。なんかお祭りみたいなのやってるみたいですね。皆さんもキーボードは時々掃除した方がいいですよ。あれはね、ホコリとかも結構溜まってて汚いんですよね、ほんと。で、びっくりしちゃって。だから、ぜひ皆さんもキーボードね、掃除したことないっていう方は、一回掃除してみるといいと思います。ということで、私が通っていた湘南台自動車学校という教習所を過ぎ、湘南台の伊東洋華堂のすぐ近くですね。もうちょっとまっすぐ行きます。今日は今まで通ったことない道ですかね、あの道は。動画で通ったことあったかなって感じですけど、まあもうちょっとですかね。あとゴールデンウィークか。まあまだ終わりじゃないんで、明日一日平日を挟んでまた土日ありますけれども、まあ土日は以前も動画でちらっと言いましたけれども、赤レンガ倉庫でやってるビールのお祭りね、あれにちょっと行こうかなと。てかまあ行きます、友達と行くんですけども、中学時代の友人と行く予定ですので、まあそれがまあ最後ですかね。だからやっぱりあんまり遠出は今回はできなかったんですけれども、まあ、今度夏どうだろう、行けるかな、余裕ないかもしれないなと思いつつもね、どっか行けたらいいなとは思うんですけれども。あとはゴールデンウィーク中何やってたかな。あれを見ました。花咲くいろはっていうアニメがあるんですけども、もう5年ぐらい前にやったアニメなんですけども、それをですね、この間たまたまニコニコ生放送の一覧を見ていたら一挙放送やってて、で、あーやってるのかと思ってね、もう見始めた10話ぐらいだったんですよ。でそれを見てからですね、急に1話から見返したくなりましてですね、TSUTAYAでとりあえず1巻から5巻まで15話分借りてきまして、見ました、1日で。でまだですね、ちょっと後半の方があんまり見れてないんですけれども、とりあえず17話18話ぐらいまでは見たんですよね。ニコニコ生放送の一挙放送の方も、タイムシフトを予約していたので、後編の方はそっちをですね見たんですけれども、途中でですねちょっと離脱しなくちゃいけなくなってしまいまして、結局最後まで見れてないっていうね。なんでまたちょっと TSUTAYAで借りてこようかと思います。久々に、見ましたね。だから一挙放送はちょっと休憩挟みつつ、一回で一気見しなきゃいけないので、ね、ちょっと大変なんですけど、まあゴールデンウィークですね、アニメの一気見もいいかなと思いまして、インドアだなぁ、ほんと。キーボード洗ったり、アニメ一気見たり
き見したりね、まあ出かけてはいるんですけど。そうそう、あとですね、まあ映画関連で一つ、名探偵コナンの映画を公開3日目に見に行ったんですよ。月曜日ですね、先々週の月曜日かな、見に行ったんですけれども、デートショーでですね、夜見に行ったんですけれども、まあ、お客さんがですね、私含めちょっと3人しかいなかったんですよね。びっくりしちゃってね。それコナンが人気ないとかそういう話じゃなくて、単純にですね、イオンシネマにちょっと人がいらっしゃらないんですよ。ちょっとね、びっくりしました。あんまりにも人いなくてね、あれこんなもんってね。でもまあ人いない方が快適、静かでね、快適に見られるんでいいんですけれども、よいしょ。でですね、その見に行ったんですけれども、なんかあの茅ヶ崎のイオンシネマなんですけども、めっちゃ綺麗になってましたね。あのリニューアルしたんですね。すごい綺麗になってて、まあ、窓口が今まで県売る窓口があったところになんか売店が来てて、すごいね綺麗になってましたよ。人増えてくれればいいんですけどね。その次の週ぐらいにですね、海老名のサティに行ったらですね、そっちのイオンシネマはめちゃ混みなんですよ。すぐ近くにビナウォークの東方シネマもあってね、まあ2つね、映画館があるのに、海老名はめっちゃ混んでるんですよね、イオンシネマ。茅ヶ崎も頑張ってもらいたいな。あそこなくなっちゃうと困るんですよ。近くにね映画館がないと。なんでね、ちょっと頑張ってほしいです。皆さんも茅ヶ崎でもたまには映画見てくださいね。ということで、ドムドムですね、着きます。ここですね、あるよね、ドムドム。よし、じゃあちょっと車止めましょうか。切に行くはご遠慮くださいって書いてあるんで、あの動画撮ってるからちょっとあまり良くないかなと思いますので、こちら行きましょう。開いてないな。はい、ということで到着しましたんで、ドムドムハンバーガーちょっと食べていきたいと思います。ということで本日はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。76回目ですかね、なんかもう回数も微妙になってきちゃいましたけど、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。